まで科学と未来っていうのはなかなか相入れなくって、未来というと SF になってしまうんですね。で、未来観っていう言葉はなかなか科学に馴染まなかったんですけど、今や未来も科学で扱えるようになったと。それはまだ誰も試したことないし、ましてや球体に貼り付けるなんていうことは誰もしたことがないので、想像に想像を重ねながらやったと。なんとか自分が見た地球を共有できないかと。インターネットを展示にするって言った時に、インターネットの何を見せればいいのかっていうのが重要なポイントとしてあるじゃないですか。で、インターネットがこういうふうに使われていくんですよとか、こういう世界を作りますよとかっていうのも一つのインターネットの展示なんだけど、説明するのに、文章で説明したり図解したりするっていうのは伝わらないので、手で触ってみんなが動かせるようなものにしてあげられれば、その仕組みそのものを体験的に理解できるんじゃないか。常設展っていうのはやっぱりその国の科学館として絶対お客さんに知ってほしい、考えてほしい未来のテーマっていうのがこうおしなべて網羅されてるんですけど、企画展の方は科学っていうものがどういうふうにこう私たちの生活とか社会とかいろんな文化に関係してるのかっていう、その関係性を広げていく役割を担ってると思って企画してます。科学コミュニケーターの仕事って本当に双方向性で、例えば何かについて賛成の方、反対の方、この両方を見て何かここでこう橋渡しができるこう接点がないか、それを探す。払える人々が自分の心の中に持っている科学するっていう心があると思うんですね。自分たちでどのような未来を作っていくのかということを自分たちで決めていくと、そのための対話を皆さんと一緒にやると。海外の科学館との巡回展とか共同企画だったり人材交流とか、そういった実績をこう積み上げて、最初の10年は未来館の知名度を確立して、次の10年で新しいことに挑戦し続けて、それを世界に発信し続けて、名実ともに知られる未来館になったかなと思います。